はい、みほちゃん、はい、15番ホールにやってきました、はい、ここも大会では使いませんが。あ、そうなんですね、はい、ちょっと着々とボギーしております。着々となんかうわずっとバンカー入ってるんですよね。そうだよね、バーっぽい感じなんだけどやっぱ長い分、はい、ボギーになってしまう、うん、ちょっとバンカー捕まってる感じ、はい、じゃあちょっとこっからね気合い入れて頑張ります。70代目指して、はい、頑張ろう。ここもなかなか打ち上げてますね。なかなか打ち上げて390だからそんなに距離はないんですけど、もはや390が距離がないと思える麻痺してます麻痺してますもう440とかね、460とか、なんなら500があったんだ。なんなら500あったかナイスショー。あれ大丈夫ですか？あれ大丈夫？抜けた？大丈夫？右目のラフだけど、OB にはいってないと思うんだよな。はい、分かった、はい、上がりすぎですよねあれは上がりすぎですねこの1ヤードに。全部こううってなってるからさ、1ヤードでさ、もうなんかまあ捕まります。捕まってるよね、うん、上がり3ホールです。自分との戦いです。自分 の, あの70代で回る、はい、というのとの戦いです、はい。すごくないですか今の。すごい。縁率が。なんで？縁率。縁かける5ぐらいやってるよ。縁率がすごい。今日はあのバンカー練習しに来ました。はい、ここに当たりました。イメージでやっぱいるの？出ようとかより、そうですね、出そうっていう気持ちだけじゃないです。やっぱりそのどこに落としてどれぐらいこうキャリーを出して転がすとかまでやってる、ちゃんとイメージはしてます。そうだよね、だから結構この傾斜とかも見に行ったりしますし、うん、あと2つだ。お、600ヤードお。じゃあみほちゃん17番ホール、はい、大会も17番ホール、もう試合結果がテレビ中継ガンガンのとこです。そうです、はい、になります。で595ヤード、ここはなんとパー4じゃないです、パー5です。ほっとしました。もうさすがに600のもうパー4はちょっとごめんなさい。そうです、パー取るのかつかつはい、で桜井さん、ここのホールの特徴は何になりますか？うん、ここは、これ右側に林間のちょっと先にバンカーが見えるの分かります？あ、はい、分かります。フェアウェイバンカー。林の奥ですか？林の奥、そうですね、はいはい、木が4本ぐらい立ってる先にバンカーがあって、その先に2本、ちょっと白っぽい幹がある、あれ、欅な、大きい大木なんですけど、はいはい、だいたいポルだと、このバンカーの上をこうドローで行くんですよ。ちょっとこう元が白いところ の,、はい、の上あたりからドローで行って、キックによってはあの2本の木が邪魔になっちゃうんですね。キックで左行っちゃうと、でそれをまっすぐ抜けると2オンのチャンスが出てくる。なるほど、じゃ結構バーディーも取れるホールになってくるってことですか？そう、ティーショット次第。男子はここ2オンするんですね。する。すごいですね。するけど、1日予選でも3人はいないと思う。あ、でもする。かなり少ない。少ない。なんか結構右ドッグっぽいじゃないですか。はい、かなり。だからドライバーで打たないで正面にあのクリスマスツリーみたいな木あるでしょ、はい、あそこにスプーンでやっぱ刻む選手も中には
ドライバーで、まあ、ドライバーはドライバーですね。クリスマスツリー狙いですかね、はい、クリスマスツリーの右サイド、正面狙いですね。はい、あるじゃないですか、うんうん、ギリギリのライン、あそこ240-250だったんですよ、うんうん、だから私ちょっとでも右行っちゃうと多分もう左に、はい、出すだけになっちゃうんで、ここは多分左ラフでも OK 正解だと思うんですね。ただまあ距離が残ってしまうんですけど、でもさ残っても3打目は狙えるもんね。そうですそうです、2打目3打目をこうちゃんと打ってしまえばね、はい、そうそう、わかる、はまる、はまる感じ。意外に難しいんですよね、こんだけ短いんですけど、こういうとこに行ったら超不運だ。今の手前がこう、うん、ちょっとこう、うん、盛り上がってるようなとこだった、なんかこう、まだらに生えてるからさ、今そうですね、ちょっと難しいよね、この状態、うん、でラフがこうキャリーでここまで来るってことですか。キャリーでこのバンカーの並びぐらいなんですよ、この辺、この辺に落ちて、ちょっとキック悪いと左に流れていっちゃうし、あの正面転がってくれるとちょうど今、うーん、あで跳ね具合っていうのはここだってことですね。そうですね、だからこの本当狭いエリアね、狙っていきます、はあ、ここにもギャラリーさん入れるんですね、その右とか左とか、はい、153ふふってきた。そうだね、スライスをかけていくか、うーん、ちょっとつま先上がりだし、でも結構フェードさせなきゃいけないんですよね、うん、コントロールショット、うわー、海だ、バンカーの日ですね。今方向性を取って低く打ったんですけど結構右出たの、結構そうだった、ちょっとライが悪かったんで、うん、あの前上がりでなんかワンピン左向いてちょっとスライスかけるぐらいだったらちょっと狙ったかもしれないんですけど、正直バンカー左のバンカー、グリーン左端に狙ってってスライスさせなきゃいけないようなロケーション、はい、うん、状況だったんで、あのワンピン左だったらちょっとぐらい左行ったって、例えばスライスしなかったとしても、うん、別にグリーン乗るじゃないですか、乗る乗る、でもバンカーのラインだとそうだよね、結果なんか左に跳ねてもうなんか最悪な事態が最悪 OB まで行っちゃうんで、はい、まあ、だったらあの下通してった方がいいかなって思ったんですけど、バンカーバンカー右のバンカー思ったよりも右に出ちゃった。花道だったら多分転がってちょうどよかったもんね。そうですね、うん、フルバックでもバンカーさえうまくやれればパーが取れる。参考にならないですよ。攻め方、攻め方がちょっと、ね、バンカーを攻略すればバンカーに入れた方が楽って。さあみおちゃん、最終ホール来ましたよ。はい、どんなホールでしょう。きっとここはね、たくさんのギャラリーが最後待ち受けてて優勝争いをする、なんかスコアが動くホールって言ってたので、うんうん、結構難しいのではないかと、確かに予想してます、予想しています。はい、どうでしたか、あの全ホールフルバックで回ってみて。
やっぱ後半は結構長かったですね、あんまりやっぱセカンドアイアンで打ったようなホールがなかったし、前半よりも多分スプーンを使う回数も多かったと思うんです。左です。はいはい、最終18番ホールパー4425ヤードになります、はい、大会でも18番ホールになります。425です。はい、はい、桜井さん、このコースの攻略方法はどういったところですか？そうですね、両サイドのフェアウェイバンカーがただ、だいたい同じ距離なんですね。290ヤード以上キャリー越えないと、キャリーで越えないとあのバンカーを越えないんですよ、だからどちらかというとプロはコントロールしながらティーショットを打って、あのフェアバンカーとバンカーの間を狙ってくる。でもやっぱり飛ぶ人はドーンとこうドローとかで狙ってくるんですけど、右のバンカーの左のラインが左側にずっと来てるじゃないですか、はい、あ、傾斜してっちゃう、傾斜、右側に傾斜していくんですよ、はい、ティーショットが。で、右のバンカーの先に左にこう食い込んでるでしょ、ラフが、はい、あそこのラフがまたね、大会の多分時には相当長くなるんじゃないかなと思ってるんですね。じゃあ飛ぶ選手でも有利ではないっていう感じですかね。そうですね、狭いとこを結局は打たわない、打たなきゃいけない。今日一大きい、今日一大きい、今日一セカンド待ってますみたいな幅も高さもありますよね。幅も高さもだからね、もう本当に花道少ないんですよ、ね、私は正直ティーショットはもうバンカー関係ないのでのんびりと、はい、のんびりと右目に打っていきたいなと、うんうん、自分との戦いです。うわ、逆だ。どうしたの？逆玉。今日初めて見たよ。あ、でも出てきた、出てきた。大丈夫、大丈夫。左ラフ。210ぐらい上り入れて。うん、さあ、どうする？狙うのか、刻むのか。ちょっとんで。行く、うん、狙うらしい。あのちょっとバンカーに入れてみたい気持ち。もうどうやらバンカー得意になってきたから、あのバンカー入ってもいいらしい。お、いい、花道行ってるよ、花道行ってる、いいんじゃない、完璧だよ、完璧だ、完璧だよ。あそこすごくない？すごくない？今日一番狭い。絶妙なとこに行きましたね。バンカー入ってもいいっていう気持ち。気持ち。いや、今すごかったね。力みがない。うん、なんかスポーンって打ったもんね。桜井さん、スタンドとか観客席のVIP ルームみたいなやつとかってどこに立つんですかね。バンカーの左半分。はい、左半分からだいたい20メートルぐらいがホスピタリーテント、はい、ホスピタリーテント、はい、VIP が入るところで、それよりも右側のあの木の林間ぐらいまでの30メートルぐらいなんですかね、20メートル以上ありますけど、はい、それがギャラリースタンド、なので結構もうここから打ち上げでもうただでさえこうね、圧迫感というか結構景色いいんですけど、やっぱギャラリースタンドがまた立つと全然雰囲気変わっちゃいますよね。ですよね。いや、また、見てる方もバンカーに入るか越えてくるかで結構盛り上がりますよね。そうそうそう、結構グリーンに近く、立てる感じですか。かなり臨場感というか。そうですね、うん、今日のピンポジ最終日だね。あれ最終日って感じですか。最終日、あそこ狙ってて、もう寄ればもう大歓声だし、バンカーで縁みたいな、なんか縁、みほちゃんが今日やった縁に当たって落ちる縁率高かったんで、結構男子プロも縁に当たって落ちちゃう人も何人か、ちょうど運命の別れ道ですね、うん、ちょっとでも超えるともう本当ベタピンですね。というか最後全部良かったよ。すごいじゃん。
すごいじゃん。全然いいショット。あ、まあ、最後のスプーンは良かったわ。いいパッとしてたよ。みやちゃん、ジャハチャウラ、お疲れ様でした。すごい。これでもすごいよ。いやー、耐えましたね。本当に。なんかスイッチ入ったもんね。前半はまあまあいいプレーだったんですけど、後半結構こうショットが乱れてたので。この中でも寄せワン、寄せワン、寄せワン。バンカーとパターで頑張ったような感じ。いや、ゴルフはやっぱりグリーン周りだなと、つくづく感じました。一回来てみると面白いかもしれませんよって皆さん、すごく感じました。なんか、ぜひ来てみると、あ、これバンカー入るねってなると思います。口当たるねってなる。口当たるねってなります。ね。それぐらいもう、マイホール、マイホール、いいとこにバンカーがあるので、ぜひバンカー練習したいから。そうですね。バンカー練習してから来るのおすすめですね。はい。で、プロも、ね、面白かったですね。面白かった。なかなかこのトーナメントティーで回れる機会もないですし。ありがとうございます。で、またプロ、男子プロはすごいこう、また全然違ったプレーで、見せてくれると思うので、ぜひ皆さんも当日来れる方はぜひ来ていただいて、テレビで見れる方はテレビで見ていただいて、ぜひコース、このコースもラウンドしに来てください。はい。では、終わります。はい、みほちゃん。当日券の入手方法についてご案内します。はい、お願いします。クラブハウス前、練習場にてご購入できます。なんとここに来てからだから買えるんですね、当日券は。当日券。千葉ニュータウン中央駅からシャトルバスが随時運行してますので、はい、それに乗って来てください。駐車場とか結構ね、パンパンになっちゃうと思うんで、皆さん多分それを利用した方がいいと思います。はい、で、放送日の案内は、はい、フジテレビ系全国ネットで放送予定です。5月11日土曜日14時35分から15時50分。5月12日日曜日16時5分から17時35分。はい。はい。になりますので、ぜひ来れない方はテレビ放映もやってますので、見てください。で、今日のみほちゃんのね、18ホールがきっと、はい、見てる方もさらに面白くなるんじゃないかなと。このホールだ、ね、見比べてね。はい、プロと見比べられるのはちょっとこのホール美穂ちゃんバーディーだったけどプロはどうかなみたいな、美穂ちゃんの戦略はこうだけどプロはどうかなみたいな、ちょっとそういう違いもね楽しんでいただけたらと思います、うん、皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。お願いします。次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。